アイリスの紹介をするわね。アイリスは冒険をして素材を集める採集者を私と一緒にしているわ。誠実で真面目なのはいいのだけど、ドジでよくトラブルを巻き起こすのよね。でもアイリスさんがいると賑やかになって楽しいです。そうね。そしてある日、大怪我を負ったアイリスを店長さんに直してもらったの。その治療費を返済するために居候させてもらいながらお金を貯めているのよ。はい、借金の返済待ってます。あ、でもこの前アイリスさんに商品を壊されちゃったので、むしろ増えてます。アイリス、何やってるのよ。アイリスさんは果たして借金の返済ができるのか気になりますね。